Hi guys, welcome back to our channel. 今ちょうどクロエとジェームスを今ちょうど学校に送りに行ってきたんですけど、今家に帰る途中です。今日は久しぶりに、いつだろう最後行ったの、超久しぶりにマックカフェに寄ってママのコーヒーを買って帰りたいと思います。久しぶりのドライブスルー。先週からすげえ寒くて、今ちょうどマイナス10度だって。今朝起きた時はマイナス15度とかだったから、めちゃくちゃ寒い。なんか車運転するのにも、なんかもう5分ぐらいエンジンかけて温めてから車を動かす毎日です。超寒いで、家の近くにあるマックカフェに行きたいと思います。なんかティミーにしようか迷ったんですけど、なんかティミーのコーヒーがあんま好きじゃなくて、なのでうちはティム・ホートンに行かずマックのカフェに行くことが多いです。でなんかツイッターとかで見てたけど、なんかティム・ホートンのコーヒーがの評判がものすごく悪いっていう。なのでまあ人それぞれなのであれですが、我々はティム・ホートンのコーヒーよりもマックのコーヒーが好きです。はい、can I get a large mocha? And a large vanilla iced coffee, please? Yeah, that's all. Perfect. For the price, it's $7.10. Okay, thank you. You're welcome. Hi, good morning. Yeah. Thank you. なんかマックのドライブスルーのお金を払うところにいる人が、なんか毎回ここに来ると同じ人なんだけど、その人がなぜか覚えていて、なんかすげえ挨拶をいつもされる。で道とかで会ってもすげえ挨拶されるから、かなり、でもそんなにたくさん行ってないんだけど、印象深い客みたいですまあ多分いつも頼むものが一緒だからかもしれない。Thank you。今日はモカとアイスコーヒー。自分はいつも毎日ホットコーヒーよりもアイスコーヒーが好きだから、基本アイスコーヒーで、ママは週末ずっとモカが飲みたいって言ってたので、今日ただ週末めちゃくちゃ寒くて外に出られなかったから、今日はモカを買って帰ります。できました。まだディースが知ったから早く取らないといけないですね。では Have a good day。